外にある。どうも、ヌヌです。ルーム続きをやっていきたいと思います。動いてる。信じるのです。UAC はあなたとは。レーモンの脅威が危険レベルに到達。ロックダウン発動。アーマーゲット。で、これでセキュリティを解除して、で、体力かな。信者のオボスに行かないから、このままでは何もすることができない。彼らなしでは仕事が進まない。君はどんなことをしているんだ、オリビア。もう何ヶ月も君のチームから報告を受けていない。本当に信頼して。レーモンの脅威は危険レベルだ。ロックダウンだ。真っ暗ねー。こんなとこに。
どこ行った？大変なこいつ。はい、そこにいる。システムアップデートに驚かないでくれ。超次元テザーのプロトタイプであり、君を地獄から連れ戻すための手段だ。悪かったな。だが君が素直にやらせてくれるとは思わなかったので、サミュエル・ハイデン博士だ。オフィスに物資がある。さあこっちだ。
ージャントタワーは破壊された。徹底的に。しかし君がポータルを閉じるのを手伝うべく尽力するよ。奴らの世界に関する研究と理解は全てプログラムの最初期に地獄から持ってきた大きな石の遺物に掘られた碑文から引き出したものだ。それをヘリックスストーンと呼んでいる。それは最も厳重に守られている貴重品だ。オリビアはそれに取り憑かれていた。それによってヘルエネルギーを操り、我々の思うように流れを変えて奴らの資源を利用する方法が分かった。また君へと導いてくれたのもそれだ。ヘリックスストーンはザウェルのパワーを利用する方法を教えてくれた。ならばそれをシャットダウンする方法もきっと教えてくれるだろう。長年オリビアはラザロラボ内の個人研究所にヘリックスをしまい込んでいる。そこは亀裂の向こう側にある先端研究施設のエレベーターからしか入れない場所だ。どうやら銃に親しみがあるようだな。そこでなら何か役に立つものを見つけられるだろう。エレベーターは廊下の突き当たりだ。これだね。とりあえず拾えるものは拾ったかな。ヌヌのゲームチャンネルでは毎日18時に更新中。最新動画やおすすめ動画もぜひゆっくり見ていってね。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。